おはようございます。こんにちは。こんばんは。豆腐です。今回もご視聴ありがとうございます。サカツクやっていきます。ということで、今回はね、サカツクロードトゥーワールドの動画出させていただくんですけれども、今回はね、このロードトゥーワールドやってる人わかると思うんやけど、あれめっちゃ俺、ステータス買ってんのに負けるみたいな。なんか試合に勝てないみたいな。なんでやろうって思うことがよくあると思います。ってことは僕は実際あります。サカツクね、めっちゃやってきた人やったら、いやいや、そんなん当たり前やろとか思うかもしれないんだけど、実はね、これ意外なところで盲点があるんじゃないかなと思います。さあ、今これ僕のスカットなんですけど、めっちゃお金使ってるのかなこれ。お金使ってるように見える？へへへ、使ってないんやで。ということで、自慢もね、済んだところで、ちょっとみんな、バッドボタン押さないで、ブラザーバックしないで、ちょっと軽く紹介していきたいと思います。さあ、ここの画面。表示切り替えっていうのがこの下の方にあるんやけど、これをね、2回押して、3回押してもらえると、こういう画面に行きます。連携線だね、これが。まあまあ、よくある連携線なんやけど、これ面白いのが、よく見たらわかるように、同じカウンターはカウンターとか、ポゼッションはポゼッション、サイドアタックはサイドアタック、中央突破は中央突破といったところで黄色い線になって、そうじゃないところは白い線または線がないということになってるんだよね。でこれ要するに何がやりたいかっていうと、この線をつながないと試合中にパスが通りにくいと。でパスが通りにくいことでパスがカットされやすいということで、意外とこれやってないんじゃないかなと初心者の方は多くね。僕もそうやってんけど、例えば俺なんでクリロナこんな活躍しねえやろって思ってたら、クリロナ一人としか線つながってない、しかもゴールキーパークルトワからのダイレクトパス以外クリロナに対してのいいパスが供給されないんじゃないかと思ってね。例えば今これでこのケイト入れます。そしたらめっちゃ黄色くなったの分かるかな。メルテザッカーとかアグエロとかの間にすげえ黄色い線が引かれるのよね。これで分かるかな。いくよ。ゴールキーパーとの線はなくなった代わりに、ディマリアの間のね、連携もすごい良くなって、右のね、まあ、センターフォワードのアグエロ、ライトウィングケイト、ライトミドフィルダーのディマリア、で CDM、あ、違うか、CB 真ん中のメルテザッカー、で、まあ CB、ダニーロ・シューバーらへんが全て連携がつながると。で、さらに真ん中はフォーメーションコンボでつながり、左側は中央突破の3人でこれまたつながっているということがありまして、これ考えてやってかなあかんのちゃうかなと。例えばメルテザッカーをね、CB の左に移しちゃうことで、メルテザッカーからディマリアたちにへのパスが、ちょっと斜めで遠いのよね。これ実際試合中こんなパスしますか言われたらしないわけよ。じゃあ真ん中持ってきた方がいいんちゃう？っていうね。ことをやることで、より選手たちがスマートに活躍できるんじゃないかなと思います。さあ、遺跡特訓宇佐美さん帰ってきましたか？さあ、おかえり。オーナー遺跡特訓から戻ったようです。ということで、はい、おかえり。一時的チームを離れましたが、この成果を還元できるように頑張ります。お願いします。活躍に期待しましょう。はい、僕これ初めてなんですけど、行って戻ってきたのが習得を、なんか習得してる。テクニカルトラップとキープ力とパス丸。うん、ありがとう。はい、おかえり。なんかね、まあまあ宇佐美が戻ってきてくれたので、ここはもう宇佐美を久保の場所に入れておきます。さあさあさあ、これでね、さあ連携は今どんな感じだ。あんま変わらないかな。あんま変わらないね。さあ、久保と入れ替わったらどうだ。うん、変わらないね。何も変わらないね。まあまあまあ、お互い中央突破ということで、さあこれで一回やってみよう。試しにね、試しにこれでやってみます。で、この後にちょっと検証として、相手がカウンターで相性が悪いが、まあいいでしょう。この後に検証として、なんていうのかな。逆にね、全然連携ないような状態でやっていきたいと思います。さあ、コケが先制ゴール。コケめっちゃ点決めてくれるんだよね。さあ、どうだ。お、2点目、ディマリア。アグエロ。まあまあまあ、相手がカウンターでもね、3対0で勝てたと。さあ、ここでこの赤いラインが結構ポイントポイントの場面を変えてくれてるので、例えば短いパスでケイト・アプトンがシュート、スティーブン・エンゾンジスキル発動、まあこのスキル発動はあれやけど、あ、PK やったんだ。で、メルテザッカー、宇佐美ブロックとかっていろいろあるんだけど、
まあ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 、よくスマートに買ったんじゃないかなと個人的には思います。うん、まあちょっとね、今相手がね、おっとコケ何やってんねんお前、ちょっと相手がその出場停止かカウンターでね、相性が悪かったのに、まあこれができたということで、今回はじゃあ全然もうポゼッションもなんかもう何もなんか一切パスの連携なさそうな感じで組んでみましょう。さあどうしよっかな、ダニーロシウバじゃなくてズマ、うんうんうん、あでもこれはこれで組めちゃってるね。うん、いやいや、まあ組めてることはいいことなんだけど、どうしようかな、オフェンスミッドフィルダーやったら小野伸二かな。うん、あ結構これはこれでね、中央突破で組めてるね。あまあいいことやけど、どうしよう、それやったらじゃあ逆に中央突破でゴリゴリ固めてみよっか、超中央突破、おいいんじゃない。で変えるあれおらんかな、ディフェンダーで中央突破の選手、ラモスとかどう、ラモスはどっかに書いてないんかな、これあ書いてない、臭いね。さあどうだ、表示切り替えできるのか、あできるっぽい、おお来た来た来た、誰か中央突破のディフェンス、デパウルってどこやポジション、オフェンスミッドフィルダーか、全然ダメやな、いや悩ましいね、ここまで中央突破できたら中央突破で固めたいんやけどな。メルテザッカーを右に置いてディマリアとのね連携を強くしましょう。これ左側の連携やばいけど右側の連携をする恐れでやばいねこれ。さあどうしようかな、ダニーロシウバを入れることでサイドアタックの場所をねポゼッションにして、なんとかねこの3人デマリア、ダニーロシウバ、メルテザッカーもつないで、アグエロじゃあ右に入れよっか。うん、ゴリゴリ連携チーム、さあゴリゴリ連携チームやっていきましょう。まあまあ相性はそこまで悪くないかな、さっきに比べて。さあどんな感じでしょうか、そんなね目見張るほど変わるかなって話なんだけど、おっと早速1点2点、おマジ3点、いややっぱ連携4点、いややっぱ連携、えマジか、おおこれで一気にねフォーメーション変えて6点、いやこれすごいかもしれない、入賞しちゃったし、まあまあフォーメーションの相性もあったのかもしれないけど、要するにフォーメーションの相性と連携でかいかに大切かっていうことですよね。うん、まあクリロナもね出てきて点取ってるんで、あんまりなんていうのかな、相性っていう話じゃないのかもしれないけど、やっぱり56分までで何点 ?5 点決めてるので、いや結構これは強いんじゃないかな、こっちの方が。うん、っていうことでね、本当にもしよかったら意識してみてください。さあ良い知らせです、小野伸二選手の著しい成長、なるほどこれはもうスキップさせていただきます。ということでどうでしょうか皆さん、本当になんていうのかな、このゲーム、なんで俺の方がこんなにチームスタッツ高いのに負けんのみたいな、引き分けんのってことがよくあると思うんですけど、こういう細かいところやっぱが面白いかなと、この細かさが面白いですね。ということでもうなんか細かさ面白い説明してる時に南米リーグ優勝しちゃってんけど、これめっちゃ嬉しい。南米リーグは何年ぐらいやろうな、全然優勝できなかったんだよね俺、アフリカリーグから全然優勝できなかったの。さあ俺たちをここまで引いてくださりありがとうございましたと、いやこちらこそありがとうございます。さあ南米リーグ B12 に報酬を獲得したので後ほどご確認ください。一時100千万15万、まあまあまあ今ねこの毎年の5月に
めっちゃいい星4選手がねスカウトに来てて、この間マルセロが来てて欲しかったんけど全然お金なかったんで、さあスポンサーミッションも見事達成、報酬も送られます。これでモッドクラブ大きくできますね。ありがとうございます。62,000円、安いな、安いぞ。さあ表彰式、これも見に行きましょう。ということでね、見事に優勝することができました。今まで本当に全然優勝できてなかったんだけど、もう本当にね、もうまあ無理無理って感じだったんですけど、それでもやっぱりね、連携とか見直すことで本当に勝てるようになったと個人的には感じます。もしよかったらね、皆さんも一回やってみてください。で1年回してそれでも勝率いや変わんねえよ、おめえの言ってること嘘800だろお前ふざけんなってなるんやったら戻していいと思うんですけど、試しにやったらあれ勝率上がってるとかってなると思います。さあアシストベスト11リーグ MP の順位が発表されるので、今回はねこれ聞いていきましょう。得点王の発表、得点王は誰ですか。うん、全然うちのチームの選手じゃなかった。34試合で44得点10アシスト、化け物かな、化け物かな、猿そうで。さあアシスト王、本年度のアシスト王はコケ、さすがコケ、33試合26得点20アシスト、素晴らしい。顔ちょっと怖いよねこのゲームね、なんかもうちょっとあれじゃないかな、小さくない、あの顔をさ写真そのまま使ってるのはいいんだけど、でっかく貼り付けようと思うんだよね、もうちょっと小さく貼り付けるべきだと思う。さあベスト11どうや、ゴールキーパーテラバート、おー DC イーグルス、 DC イーグルス強かったんですよ。さあクルズマ CB、 オーロンカリア CB、 うちのチームめっちゃ来る、メルテザッカーだうちのチーム、マジか、おっとさらにコケ、ウサミ、えほぼうちのチームやんこんなん、ディマリア、エンゾンジ、いやほぼうちのチームやん、あ違った、ロベーラス、誰や誰やお前、誰やお前、てかうちのチームとイーグルスだけやんもうこれ。そしてセンターフォワードアグエロということで、なるほど、えこれエンゾンジとコケポジション逆じゃん雑かな、まあまあいいでしょう。さあリーグ MVP 誰でしょう。これねうちのチームの選手欲しいよね、できれば個人的にはディマリアかコケ、いやコケでしょ、さすがコケ、26得点20アシストだからね、さあ MVP という称号をいただけて光栄です。またまた目指して頑張ります。ということでね、僕も来シーズンも頑張っていきたいと思います。今回の動画もしよかったらぜひ皆さんもね試してみてください。本当にねあれこれ勝てるようになったってなるかもしれません。まだまだね僕もいいって今見て分かる通り、南米リーグっていうね、南米リーグの B っていうね、本当になんていうのかな、まだまだその初心者リーグにいるんですけど、それでもね初心者で苦戦してる人結構多いと思うんですよ。僕も苦戦してたので、もしよかったらね参考にしていただけたら本当に本当に幸いです。いやー無事に優勝できてよかった、めっちゃ MVP 報酬とかもらえる、いや本当にね優勝できてよかったです。次もね次のリーグも頑張って優勝していきたいと思います。また何か面白い情報ありましたら、ぜひぜひ提供して共有していこうと思うので、ぜひ次の動画もご視聴ください。ここまでご視聴ありがとうございました。豆腐でした。バイバイ。ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録を済みてない方は、グッドボタンを押してないよって方はね、ぜひぜひやっていただけると私の励みになりますので、お願いいたします。もしよろしかったら次の動画もね、見てってください。それでは皆様の良きゲームライフを祈っております。豆腐でした。バイバイ。